最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個全てを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はぁ、はぁ、ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。でも、朝しないかな。なあ、いや、あのね、え、ああ、やってみようかな。よし、僕も頑張れたよね。見ようかな。よし、僕も頑張れたよね。お腹空いてきたかも。飯にしようぜ。何？はい。
ありがとう。無事に解決できたかな。そうね。いやあ。え？いえ。はあ。はあ。まあ。なあ。しよう。いや。え？はあ。どうしよう。
にベジータほどの力を持ってるんでしょうか。俺がこれだけの潜在パワーを持っていたんだ。サイヤ人の血を引くお前は相当期待してもいいと思ってるぜ。お腹空いてきたかも。飯にしようぜ。これでよしと。この雑魚め、貴様を始末する。いいぞ、行くぞ。おやおや、なんだと。やらせないぞ。ありがとまあ、いやいや、頑張れごはん。最長老さんとこはもうすぐそこだ。は、はい。ごはん、見えてきたぞ。あの高い山、あそこがそうだよ。僕でもなんとか勝てそう。へへん。ここは俺が時間を稼ぐ。
お前は最長老のところへ行け。は、はい。いっ、なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。あの力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感も終わりのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です、いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。はい。あなたは大きな力についてどう思いますか。そうですね、あなたにとって力とは怖いものかもしれません。ですがあなたはそれだけではなく、力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。それでは力はどんな時に使うべきでしょうか。そうです、力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか。そうです、それがあなたの戦う理由です。だからそのことを忘れないで心を落ち着けてください。はい。では行きますよ。なんだ、中に誰か嫌がる。ボールを隠したのはここか。待てベジータ、待ってくれ。帰れ、中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。おっ、でんで、すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。え？あ、はい。ねえ、何者かがこの星に近づいてるって。最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空がとうとう来たんだ。え、そうかな。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。くそったれ、間違いない。この木はギニュー特戦隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな、そんなことできるはずないだろう。約束してやる、俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いや
それ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つ？1つじゃないの？早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。わかった。ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。くしょう。目いっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。チーズ、誰だ？ギニュー！みんな揃って、ギニュー特戦隊！待っていましたよ。ありがとうございます。フリーザ様、今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。グルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何なのよ。今、ベジータもいなかった？ギニューなんとかってやつらは、そんなに強いやつらなのか？知りたいなら戦ってみるんだな。もしそうなったら、嫌でも思い知るだろうぜ。急げ、貴様ら！よう、ベジータちゃん。早い。接近がわからなかった。くそ。もう少しだったのに。おや、もしかすると、そいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。ふふふふ。全部揃ってるじゃないか。貴様たち何度に渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ。
瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただいた。あとはお前たちの始末だな、ベジータ。お前は俺が痛めつけてやる。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないっすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。おー、最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていこう。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。ただのチビじゃなさそうだな。一瞬で決めるぞ、バン。はい。
チビどもにやられるとはな。頭にくるぜ。おいおいおい、グルドのやつやられちまいやがったぜ。困ったぞ。一人かけては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくない。ギニュー隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。なんとかなりましたね。ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。おー、ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。その余裕が頭に来るぜ。なかなかいい。思ったよりやるじゃないの、ベジータちゃん。化け物め、この俺がまるで赤ん坊扱いだ。もしやがれ。お命ちょうだい。とした技はないのか。ないなら殺しちゃうけどいいか。お命ちょうだい。ふざけやがって。お命ちょうだい。ここまでだ。さあ
そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギニューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。ナメック星人にそれを聞き出さなくては。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応三匹とも留めを刺しておくがな。なんだ今のは。どこの宇宙船だ？悟空だ。やっと悟空が来てくれた。